まだ中央です。目が変わってしまった。左のミドルキック入らせない。でも柴田選手ハイキック見えて見えて見えて、ワンツー中央取ってるの柴田、ワンツーいやサイドフックローキックだ。うわー飛ばされた。今の表情カチコチになっている。ローキック効いてないぞ。前蹴りにジャブ膝、左のミドルキック。やはりレイラの必殺の武器は膝です。膝を嫌ってボディのあたりにこれグローブ持ってってますね。そうですね、すいません、ちゃんとディフェンスはできているんでね、はい、ちゃんと見えてますね。膝これだ、コーナーに追い込む、はい、ちゃんと距離も取れてるんで。宮坂さん、でもやっぱりボクシングやってるから目はいいんでしょうね、はい、きっとね。ボディだ、ただこれカウンター、アッパーワンツー、さあ下がる下がる、柴田膝、いやこれはすごい。あ効いてる効いてる効いてるぞ。あ首だ首だ、首をキャッチだ。左手で首を締めて、左手で首を締めて、ダウンリーバップ、ギブアップ、ダウンリーバップしてしまった。ダウンリングのフロントチョーク、フロントチョーク言われましたね。呆然とする柴田、復帰戦惨敗。これ危ない、大丈夫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 、いわゆるシュートボクシングらしいスタンド立った状態での首を絞めるということですね。やっぱ膝をディフェンスした時に頭を下げちゃったので抱えられましたね。さあ第2ラウンドのゴングが鳴らされました。いきなりかましましたね。品川右足前の構え、ジャブだ、ハイキック。それから蹴り走ってますから、蹴り走ってます、蹴り走ってます、走ってますか、はい、変則的なハイキック。レーナーこれかなり体格が大きいです。投げるか、いや振り出しました、踏みとどまった。おお、いや宮迫さん、ちょっと流れ変わりましたよ。ましたね、いや元気さんいいですね、いいですね、いいですね、はぁ入ったらやめる、いいですね、はぁ入ったらやめる、いいですね、はぁ入ったらやめる、聞いてる聞いてる、フラッシュでやることはできない、足がフラッシュでいける、足がフラッシュでいける、サイドキックができた、そういうワンからだ。いいですね、レイナは一度でも倒れてしまった。ガード上げですね、砂田選手ガード上げですね、ガード上げです、ガード上げた、ガードが下がってきてますから。しかし品川一度もダウンすることができない。キック危ない、かすった。さあ残り時間はどんどん少なくなっている。膝膝だ、また首だ、また首だ、また左の腕が首に入るか、いやないか。ディフェンスはしてますね、ディフェンスはしている、はい、右手しっかり入れています。まだまだディフェンスはしてます、締める絞り上げる、はい、またかちょっとまたか、公式なのか、ちょっと入った、試合終了、またもや落ちた失神か。一発目カウンター気味入りましたからね、ハイキックは。あ須藤さん、はい、まあ、今の最初のまずダウンですよね、ちょっとどんな風な仕組みで倒れてしまったのか、はい、あれ攻撃、やっぱりちょっとガード下がっていったところで上段ハイキック合わせられましたね、カウンターで。最終ラウンドのゴング、はい、しゃー、さあ最後の戦いです。サイズはやはり今田浩二、中央を取っています。ここまでアンタッチャブル柴田、さらには品川がレイナの前に屈しています。左フックは右、入りましたね、右入りましたよ。レイナ選手もちょっとスタミナ使ってますからね。なるほど、はい、チャンスですよ。お前にもやっぱ、まあ、宮迫さん、なんといってもレイナ選手はこの今田選手が一番怖いと言ってましたね、はい、おお、ちゃんと返してる、ちゃんと返してる、ロケットが高い、膝膝膝地獄、回りたいですね、回りたいですね、右のフック、コーナーに追い込まれた、入れ替わった、入れ替わった、見事ちゃんと相手使ってますね、素晴らしいステップワークだ。バックスピンキック、すごい、同じバックステップでこれ防いでいます。2段のキャリーキャッチ、大技見せますね、見せますね。お、どうした今田、今田ちょっと動き止まったぞ、目を押さえてる、これはレフリー判断でタイムストップになります。どう
ったんでしょうか、攻撃を目に食らったのかもしれません。これ心配です。今一瞬ちょっと変則的な蹴りが出ましたけど、はい、あれがそうでしょうか。さあ試合再開です。中央です。静かだ。アンパンで相手ストレート。いやいいですね。ちゃんと打った後にちゃんと離れてるので距離取ってますね。リードのジャブが届かない。やはり黒も違うか。いや吠えながらレイナレイナ青コーナーサイド。おお。入れちゃった。回ってる。マウスピース。うわマウスピース思わず外れてしまった。今田さんいいっすね。動きはい。ちゃんと距離取れてる。足のステップじわじわ下がる。左のフックから入ります。さあ間もなく最終ラウンドも半分に差し掛かろうとしています。1分30秒。左フック、さあレイナが前に出る。ボイ膝、まだないと。また膝だ、ね、また膝地獄だ。距離だと回れ。そう、おお須藤さんです、ね、はい、膝の後の首が怖いですよ、ね、怖いですね。その首気をつけたいですね。前蹴りだ。今度はボディ、うわ水落ちた。巡っていく膝。スタンディングダウンを取った。まあちょっと今入っちゃいましたね。一度目のダウンです、はい、芸人軍団としては二度ダウンすることはできません。大丈夫か。ファイティングポーズ取ったか、取りましたか。大丈夫です。ちょっときついですね。レイナ選手はここで倒したいですね。もう1分間で残り1分だから。残り1分切りました。今田選手は耐えたいですね。ダメ、最後のフック、シュートも来た。シュートを取りた。フリーノックダウンですけれども、スタンディングダウン取りますからね。はい、じゃあ握手をして。はい、コーナー。ちょっとここ。柴田！一人目の挑戦者、先鋒、アンタッチャブル、柴田。はい。さあ、先鋒、アンタッチャブル、柴田登場です。1年前のギロチンチョーク、あの悪夢を吹き飛ばせ。おお、入っていく。いいぞ。やはりパンチはさすがですね。いいですよ、距離いいですね。この距離で戦えば柴田選手前蹴り放っていく。ワンツー前に出てきます。レイナ前に出てきます。レイナ選手さあ首を抱えられた。この膝が動かれた。頭下げるとまたギロチンきますから。首相撲からの膝、もう一つ回ってくる。効いた。これは離れてるんだ。この距離ダメですよ、柴田選手離れないと。シュートボクシングはパンチ、キック、投げ技、立った状態での締め技、関節技も許されています。飛び込んだ。さあ回転させながらまた首を持たれますね。あの膝蹴り、そして首をキャッチされるのが怖い。ボクシング右のローキック、ボディに一つ入れた。須藤さん、はい、柴田選手はこうパンチで戦いたいという話ありますね。そうですね、でもいい距離だと思いますよ、ねはい、ただあの膝蹴りだけ気をつけたいですね。東野さん、口開いてご覧になってますが、いかがでしょう。いや僕すごい今リアクションで、横の松さんに見たら すごいポーカーフェイスだってびっくりしたんですよ。松さんどうですか。いやすごい、すごい迫力ですね。まさに回れの声が聞こえます。最初いいですよ、柴田さん、いいですね。リングの中央を取ってますね、柴田。さあリングバックア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 ク引き分けに持ち込むか、芸人軍団。飛び込んでもスーパーマンパンチも見せてきた。中央取ってますよ、今田選手が。ハイキック。ちょっとレナ選手本気になってますね。なってますね。目が本気になってます。本気ですよね。はい、つまりここまで柴田、品川がレナを本気にさせている。その本気のレナと今田の対戦です。左フック、ロングフックです。いやレナ選手慎重ですよ、倒しに来てますね。あそうですか、はい。いや全く引かない。もらったらやり返す、やられたらまたやり返す。いや今選手も動きいいですね。いいですね、前回よりいいですね。全然ちゃんと。東野さんどうですか、ここまで。いやいや、ちょっと別人みたいですよ。あのいつも仕事してる今さんじゃないみたいです。おお、フェイント見せる、はい、手でフェイント見せています今田。1年前から3倍強くなったと話したのが今田浩二。そしてこの1年間どん底も知ったレイナ。さあパンチが交錯する。近い前あるか、首を絞めるか。いや絞めさせない、手を殺している。手を上から潰しています。おお、これはギロ
チン対策ですか。そうですね、しっかり手を殺しますね。フロントチョーク、首を取らせないために手をしっかり押さえつけています。今だ、しかし中央取って、出ましたね。いやすごい、でも一瞬先ほど首取りましたからね、はい、ま, した。まさに強くなっている。45歳と9ヶ月、皆さん狙い通りでしたね。さっきはミドルキック、キャッチした、キャッチした、逆に押し返す、バイカルでも上手、早く左だ、早く左だ、しかし危ない、しっかりディフェンスですね。5歳と9ヶ月の戦い、まさに大将、その役割を果たしました、見せてくれました。今だ、あのパンチに入れてるんですかね、はい、これか、膝がや引きましたね、膝が。でこの膝の後にまた前切りを躊躇なくどんどん出ていくわけで、いわゆるリミッター外しちゃったんですね。ね、トレーナーうわーっと喜んでますもん。本気です。皆さんよく立ちましたね。はい、でもこれ狙い通り、ちょっとバックを、これ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 、バックいったんですけども、このまま抱えてきましたね。はい、うわー。ポイントはレーナ選手です。はい。ちょっと乗りすぎましたかね。はい、でうまいですね。はい、潜在一軍のチャンスだった。綺麗ですね、これ。すごい、いやもうめっちゃ怖かった。めっちゃ怖かった。目つきがもう全然違うのよ。全然違う、前回とマップでしたので判定ということになります。はい、ここまで芸人軍団が1敗1分けです。今田選手が勝てば星は並びます。お、今だか、それともレイナか、今ジャッジペーパーが集計されたようです。怖いこの人。平良義、判定をお願いします。レイナ、やはりレイナ